もしよろしければ一緒にお馬さんになってみませんか。簡単です。このサルハゲロックフェスティバル、なんといっても社長の重成寿さんにこのところずっとジャケットをお願いしております。これが今の馬のようにという番、そして次にやる歩きラブという、曲の番でございまして、今日はその歩きラブと、馬のようにがカップリングになったアナログを持ってきております。そして今日は重成寿さんの、歩きラブ T シャツ、これを決死の覚悟で持ってきております。今日売れないと我がパールネットは、大変なことになります。ぜひ、今日はいろいろセットを作っておりますので、あそこで物販しております。よろしくお願いいたします。というわけですね、この歩きラブは、アコースティックギターになりますよね。
皆さんとまったり行きたいと思います。歩いてするラブどうですか。大丈夫ですか。はい、歩いてするラブどうですか。時代は歩きでもいいですね。ただでございます。ガソリンいりません。それでは、パール兄弟、復活パール兄弟、今5人、今2人でやっておりますけども、これらの番は、八代恒彦とキーボード含むバカボン鈴木松永俊哉の5人パール兄弟として、やっております。2月6日に、月のブルームードというところでやります。皆さんぜひ、よかったら来てください。それでは歩きラン。
Thank you どうもありがとうございました。アルスのラブでございました。さてこの二人パール兄弟というユニットはですね、確かにミナルなんでありますけれども、やっている理由というものがございます。それはですね、久保田晴夫は、かつて、坂本龍一さんのワールドツアーにも参加したことがあり、直樹子さんや井上陽水さん、さまざまなレコーディングライブをやってきている人間であります。そのギターのサウンド、これを後世に残したい。社会に誇る、エフェクト使いでございます、社会に誇るピッキングでございますが、そのサウンドはですね、実はドラムベースがあってもいいんですけども、このキックなりですね、スネアなり、ベースなりがありますとですね、そのサウンドの全貌が分からないようになります。待機同士というのは食い合うんですね。何のこと言ってるか分かんないかもしれませんけども、そういうもんなんです。そこで久保田晴夫のギター全帯域を味わうために二人パール兄弟結成され、そしてこのディレイというたった二人で作ったアルバムを、昨年リリースいたしました。その中から、お届けしたいんですが、未来はパールというデビューアルバムの中から快楽の季節というものをギターだけでやるわけなんですが、途中で大変なソロ状態に突入します。はっきり言って鉄板の上に、あちあちと言っている猫のような状態です。それを皆さんに味わっていただきたく。それでは、パール兄弟、快楽の季節。
有楽な青春気持ちいいね気持ちいいね俺たち気持ちいいね気持ちいいね俺たち気持ちいいね2人バレ兄弟について次の曲で最後になってしまいました。ここでですね、初めての方も多いと思います、戸惑われると思いますが私たちにバカ野郎って言ってくださいませんか。曲の中で、ただ罵声を浴びせてくれるだけで OK です。簡単です。バカ野郎かこの野郎です。途中でごめんなさいって謝るよっていう歌詞もありますがその時にもバカ野郎と言ってください。ただひたすら、バカ野郎と言ってくれよと言ったら皆さんの日頃の憂さをそこで晴らしていただきたいのです。バカ野郎この野郎別に他のこと言ってもいいですよ。インフィニーとかね、カス野郎とかゲス野郎とか、クソ野郎でも構いません。何でもいいから皆さんが我々を罵るあるいはバカ野郎ということによって、今日の我々のステージを終わりにしたいんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、最後の曲でございますが物販でお待ちしております。よろしくお願いします。イエーバカ野郎は愛の言葉。Thank you.
まだまだ続きます。朝まで楽しみましょう。ありがとうございました。